あれ？クマさん、その格好。ごめんなさい。何度見ても帽子とか似合う。周りがマイペースのしわ寄せ食ってるの考えたことある？それつまり頼りっきりってことじゃん。今日のお弁当とかまさにそれだし、誰も食べたいとか言ってないし。そんな、私そんなつもり。天城さんの友達、うちも会ってみたい。うん、じゃあ全部終わったら一緒にお買い物だね。